はい、皆さんこんにちは、まもたんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日も島村行ってきましたってことでね、島村の購入品紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたしますね。もしよかったらね、ちょっとでもいいので見てもらうと嬉しいです。で、もしね、よかったら最後までご覧になってください。そしてチャンネル登録されてない方、チャンネル登録の方よろしくお願いします。で、グッドボタンの方よろしくお願いいたしますね。それでは始めていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、それでは皆様1点目になります。こちらの方ね、ジャケットですよね。ジャケットっていうか、これはジージャンです。ごめんなさい。ジージャンになりますね。こちらの方は L サイズ、中黒なんですけど、税込みね、本当の値段でしたら、2420円なんですけども、そこのところ、値下げしまして、1650円となっております。っていう品物を買ってまいりましたね。こちらのね、綿 100% となってます。そして、なんと、L サイズを買ってきました。ねえ。ちょっと L サイズで、なんですけども。そして、これはね、ラックスダンティア。トレンドで可愛いプチプラってことは、ちょっと、私着るようなあれではなかったのかなって、ちょっと思っちゃったんですけど、ちょっと、着た感じ、いいかなと思ってね。試着、軽くは上からね、着てみた感じ、いいかなと思って買ってきたんですけどもね。どうですかね。はい。ね、島村と、しましたって書いてありますけどね。ちょっと、これ、間違って買ってきちゃったかなとかっていろいろ思ったんですけど、なんかこの色味とね、ジージャンのね、感じが良かったんで、買ってまいりました。後ろはね、こういう風な感じになってるんですよね。ジャタンが寄ってって、こう、なんていうのかな。よくわかんないですよ。ごめんなさいね。こんなステッチでね、やっぱりこのジージャンって、ほんと今ないんですよ、自分もね。で、そうでもね、ふっくりした感じで、ふっくらした感じっていうんですか。ね。で、腕のところもね、なんかゴムがついてるんですよ。ここね、ゴムなんです。ね。こちらの方もね、まっすぐだけど、ゴムになってて、ポケットが太ってついててね。ボタンは、こちらのこういう、白いボタンですね。はい、すいません、白い、シルバーのボタンです。ごめんなさい。言い方すごく間違ってますけどね。はい、こんな感じのものをね、買ってまいりました。ね、ちょっとね、まあ、安くなってるからっていうのもありましたけどもね、なんかちょっといいんではないかなと思ってね、こちらの方を買ってまいりました。ちょっと若い人着るのかね、ちょっとね、って感じですけど、まず挑戦してみたいと思いますね。はい、皆さん、今度はね、このスカート、黒のスカート、ユミさんのスカートと合わせてみましたね。で、この白いのは、アベイズさんで買ったものなんですけども、アベイズさんでね、こちらの、タトルネックって言うんですか。はい。タトルネックでいいんですよね。で、こんな感じ、ちょっと襟を立てて着てみようかと思ってました。いかがですかね。ね、立ってみましょうね。これもね、中にちょっとスパッツを入っています。こんな感じです。ちょっとお腹がね。はい。あとね、この間買った、こちら、ムムさんのバッグとか合わせてみますね。こんな感じで合わせてみてはどうでしょうかね。危ない。はい、
それでは2点目の方です。これはね、結構前、何いつ出たんだっけな、これ忘れちゃったんですけど、これの私黒持ってるですね、ひなさんの、なんですけども、ひなさんのこちらの方が、ですね、ちょっと待ってくださいね。あ、ごめんなさい。ひなさんの方のね、ひなさんと、これは小町さんのコラボだったんですね。そちらなんですけども、うん、こちらは、3L で、泡茶。前黒かったんですよ、これ。これなんですけどね、ワンピですね。こんな感じのワンピースになります。ちょっと見えてないですよね、半分ぐらいしかね。まあ、下の方まで来てるんですけども。今どこまで言ったんだか忘れちゃって、ごめんなさいね。あ、小町さんとね、そう、ひなさんと小町さんのコラボ商品になってますね。ぽっちゃりね、インフルエンサーさんのね、ひなさんとコラボがーって、コラボね、ひなさんと小町さんのコラボです。ごめんなさい。めちゃめちゃ間違ってましたね。で、こちらね、3L になります。で、薄茶なんですね。薄茶。はい。で、それで税込みの方が2189円だった品物が値下げされてお値下げで990円となりました。ね、3L のサイズでございます。ね、同じものなんで2つ買ったのみたいに思われると思うんですけどね。まあ、安いからちょっと、こういう色の毛のやつのなんかこうスカート系もなかったので、ワンピース系っていうか、なかったかな。うん、なかったと思うんですよね。あ、ちょっとあったかな。でも、こういうのではないですね。うん。なので、こちらの方も買ってまいりました。ね。これ、大きいサイズの方だったら大体わかると思うんですけど、ごめんなさいね。こんな、こういう長いですね。わかりますよね。ひなさんでした。ひなさんと小町さんのコラボ商品になります。こちらの方ね。はい。それではね、中合わせてみますので、よろしくお願いしまーす。はい、皆さん、どうですかね。これは、ひなさんと小町さんのコラボになります。大きいサイズ、3L のサイズですね。これもお値引き品で、これはお値引き品で、990円、ごめんなさい。今のブブーですね。990円となってますね。はい、こんな感じになります。こんな感じでございます。はい、あとこちらね、先ほどこれもねお値下げ商品になってたものなんですけども、これちょっと若い人向きだったのかなとかって思いながらね、こんな感じでちょっと着てもいいんじゃないかなと思いましたけど、どうでしょうかね。こんな感じです。音ではね、やっぱりちょっとふっくりした感じでね、こうねできてますね。だから結構ダボっとしたなんか、セーターでも大丈夫じゃないかな。そしてなんとこれ L サイズですね。さっき言ったと思うんですけどもね。L サイズですね。はい。ちょっと私、着るの場違いだったかなとか思っちゃったんですけど。うん、こんな感じになりますね。はい、こんな感じですけど、どうでしょうかね。ちょっとこれ、本当に子供のあれだったのかなって思うと、ちょっと、と思うんですけど。やってはないんですかね。よくわからないですね。本当申し訳ないです。はい、こんな感じでございました。はい、皆さん本当にありがとうございます。こんな感じのね、コーデ、いかがでしたでしょうか。ね。皆さんもね、まあ、いろんなところ、行ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。島村さんと、こう、なんか、いろいろ合わせて、来てみるのもいいと思います。ね。それでは、今日は、これにて、終わりといたします。本当にね、長いお時間、ありがとうございました。最後までご視聴いただいた方、ありがとうございました。それでは、また、お会いしましょう。それでは、さようなら。バイバーイ。ありがとうございました。